こんばんは。コンポーザーピアニストのユミコ女です。今回は皆さんに報告をしたいことがございまして、今日動画を作らせていただくことにいたしました。報告したい内容は2点ございますが、1点はおめでたい話、1点は残念なお話になります。この2点の報告をこの1本の動画に収めてしまうとちょっとまずいということで、今回は緊急性を要する内容であります。ちょっと残念な内容の報告をさせていただくことにいたしました。実は先月、私はちょっと視力がちょっと今まで使っているメガネの度が合わないということで、新しくメガネを作ることにいたしまして、地元の眼科クリニックの先生のところで視力や目の検査を行い、その処方箋をもとにメガネを作ったのがこちらのメガネでございます。でその検査 を受けた日の後ですね、あたりから、これ実は3月の下旬ですが、その後に突然といいますか、右目のちょっと視力が落ちたっていうのと、視野がとても狭くなりまして、上の方が真っ黒にすすがかかったような感じの見え方で、しかもなんか周りに蚊が飛んでるような、模様みたいのが見える、俗に飛蚊症という症状、らしいですが、そのような症状が出てしまいまして、ちょっと目の見え方に違和感を感じました。それで、メガネの最終検査を行うってことで、4月の19日の火曜日ですね、はい、でその日にメガネを処方箋を書いていただきました眼科クリニックの元でまた再度検査を受けました。でそこで大変深刻な症状が出てしまいました。ちょっと細かく検査をしましたが、目が視力を測ることがもう右目はほとんど難しく、それで先生のもとで診察の時に相談をしまして、また精密検査を行いました。で結果は網膜剥離という、一般的によく網膜剥離といいますと、その外ショックとか外傷性による網膜剥離というイメージがあるかもしれませんが、私の場合はもう痛みはもう全くありません。今は右目はほとんど見えませんが、左目だけで見ています。それで目が疲れやすかったり、そうですね、最近になりまして睡眠時間が今までは 1.5 倍ぐらい長くなりました。それで朝起きても疲れがもう取れない状態が続き、ちょっと体調不良になってしまいました。なのでやっぱり違和感、検査を受けて、それでその地元の眼科クリニックの先生はどちらかというと白内障や緑内障の方が専門の先生ということで、網膜剥離を専門に見てくださる先生を紹介していただきまして、それで本日精密検査を受け、網膜剥離の手術の
日程も決まりました。でこちらは東邦大学元教授の先生が院長を務めている、まあ、クリニックでございます。で手術の日程は4月25日午後になります。なので当日の朝までにはお風呂やシャワーを済ませて、で手術術後から10日間はお風呂に入ることは一応できるそうですが、肩から上、顔の方は髪洗ったり顔洗ったりメイクをすることができない状態になります。まあ、今日はいろいろと説明を受けまして、最悪手術の後遺症、合併症、術後の合併症、後遺症などもリスクがあるということを説明を受けました。で実は網膜剥離をもうこのまま放置しておきますと確実に失明になってしまうそうです。なのでもう緊急を要してすぐ予約を入れていただき、それで25日、来週の月曜日に手術を受けることになりました。まあ、無事に手術が成功することを私も心から願っております。なのでしばらく5月いっぱいまでは音楽活動を全てキャンセルいたしまして、 YouTube の動画は以前に収録いたしました動画をはそのまま編集して配信は続けます。メインチャンネルのゆみこんだチャンネル、これ当チャンネルですね、それとサブチャンネルのおいみしチャンネルなどは収録いたしました分の動画がございますので、それらを編集いたしまして配信は継続いたします。なのでちょっと音楽活動もサブチャンネルおいみしチャンネルのロケもできません。はい、残念ながら5月いっぱいまではどうしてもちょっと静養したいっていう私の願いと裏同時にもう片目だけですのでとても疲れやすい状態です。なのでピアノの練習もそれほど長時間練習はできませんし、ピアノ教えたり、音楽教えたり演奏教育活動は一旦中断させていただきます。上道チャンネルの方もロケは5月いっぱいは見送らせていただきます。いろいろな YouTuber さんとコラボもちょっと計画をしておりましたが延期をさせていただきたいと思っております。申し訳ありません。なので私は、網膜剥離、これ実は私の場合は加齢、年齢が重なると同時にあと極度の近視が原因でなった、網膜剥離だったということでありました。頑張ってって言っても頑張りようもありませんけれど、無事に手術が成功して回復して一日も早く音楽活動を再開復帰することばっかりを願っております。で、おめでたい話も本当はしたかったのですが、こちらの内容はまた後ほど別の機会に配信させていただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、また
ツイッター、インスタグラム、アメーバブログのフォローも合わせてお願いいたします。で、内容詳しいことは下の概要欄にも記載していたありございますので、そちらもご覧いただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。Auf Wiedersehen. Bis next month. Tschüss.